ダウエントスティーンソープ、ホイットル星はアメリカ合衆国の地理学者。1936年に世界の農業地域区分を発表し、世界の農業地域を13種類に区分した。歴史学を収めた後、シカゴ大学でエレン・センプルから地理学を学んだ。その後、シカゴ大学の教員となり、地理学概論、政治地理学などの講義を行っていたが、 その受講生の中にリチャード・ハーツ・ホーンがいた。ハーツ・ホーンはホイットル生の影響。また1927年にジョン・レイリーがアメリカ中西部の地理学をさまつなものとして批判したことに不満を持ったハーツ・ホーンに反論を書くよう進め、ホイットル生が編集長を務めるアメリカ地理学会年報に地理学の本質と題した雑誌2号にわたる ハーツホーンの論文を編集長の権限で掲載した。カリフォルニア大学バークレー校から教授職を提示されるも、センプルに反対され辞退、代わりにカール・オー・サウアーが着任した。1928年、ハーバード大学に移籍。この時、バークレーで格好たる地位を築き始めていたサウアーから、激励の手紙を受け取っており、地形輪廻で有名なウィリアム・モーリス・デビス以来の、 伝統的な地質、地理学化で人文地理学を打ち立てようと奮起したと考えられる。ホイットル星は自身と同じく歴史の側面を重視するサウアーをライバル視している一面が見受けられ、上述のハーツホーンの地理学の本質は事実上サウアーの地理学を否定する内容となっている。ハーバードでの講義の受講者には、後に連合国軍最高司令官僧司令部の 天然資源局技術顧問として日本へ渡ったエドワード・オーガスタス・アッカーマンがいた。そして表向きは財政難。実際はアッカーマンのハーバード大学准教授承認をめぐる地質学系と地理学系の綱引きにより1948年2月に地質・地理学科の閉鎖が決定した。アッカーマンや地質・地理学科を守ろうと努力したエドワード・アルマンは閉鎖後、 た大学に移ったが、ホイットル生は1956年に休止するまで、ハーバードに残った。こうして、ホイットル生は、ハーバード大学最後の地理学者となったのであった。なお、ハーバード大学地質、地理学科廃止を阻止できたのではないかと考えられる。人物として、イザイボーマンが挙げられるが、ボーマンは、同じ政治地理学で考え方の合わないホイットル生を、嫌い。 母校のハーバード大学でホイットル生が教団に立っていることを心よく思っていなかったからか廃止に関して何らの関与もしなかった。時代ごとの地域における人間集団の土地選挙の様相を記述しようとするもの。時間軸を採用しているところにデビスの影響が伺える。ホイットル生によれば地域とは何らかの意味での一体性を持つ地表の広がりであると言い,い、 さらに地域を以下の3種類に分類した。単一指標地域、ある一つの共通性を持つ区域。複合指標地域、二つ以上の共通性を持つ区域。全体地域、自然的指標と社会的指標を高度に組み合わせて複合的に分析した結果、共通性を認められる区域。ホイットル製の農業地域区分図判例は本文を参照。は非農業地域、 ホイットル星は世界の農業地域を生産目的、生産性、家畜と作物の組み合わせなどに着目し、13に区分した。分類にあたって自然条件、経済条件、文化的要素総合的な視点を用い、指標の取り方も妥当であると評価されている。また、世界的な分布図で表現したことから、現時点で最も広範に用いられる。 農業区分となっている。現行の日本の高等学校の地理 A、地理 B で学習する農業地域区分はホイットル性によるものであり、大学入学試験に出題する。遊牧、企業的放牧移動農業、初期定着農業、中約的自給的稲作農業、中約的自給的畑作農業、自給的混合農業、商業的混合農業、商業的酪農、 地中海式農業、商業的穀物農業、商業的プランテーション特殊園芸農業上記のうちいずれか一つを除いて十二区分とすることがある。ありがとうございます。